こんにちは、メヨです。現バージョン 1110B1 でお送りするシンセサイザー VPRO の簡単な使い方を説明します。リテイク機能を使用するのでプロが前提となります。初心者の人におすすめな機能なのでプロ版を検討してみてください。シンセサイザーは多くの機能があるので私自身把握しきれていないのですが、必要になった時に試して覚えていくぐらいでいいと思います。それでは行ってみましょう。まずはじめに起動したらボイスが選択されていません。左上に緑色のトラックがあって歌声が指定されていませんとあるので、クリックすると購入したボイスが選択できます。トラックを複数作ればメインボーカルとサブも作れます。どれでもいいので選んでみましょう。選択するとキャラクターが表示されます。わかりやすいですね。右上にアイコンがあって自分の好きな作業環境を構成しましょう。私はいつも上から4つまで表示させています。リテイクで調整する人には便利なものばかり、何もわからなければ表示させておきましょう。さて、それでは打ち込みに入るのですが、 MIDI で読み込む、直打ちの2つがあります。 MIDI はピアノロールがあらかじめ入力されているもので、楽譜作成ソフト、私ならスコアメーカーで作っています。今回は簡単な説明なので直打ちで説明します。直打ちの場合、バーに矢印と鉛筆マークがあります。矢印のマークは選択を意味しています。複数のものを選択して一緒に変更したり削除したりできます。鉛筆マークはピアノロールに音符を打ち込めます。好きな音程のところをドラッグしてお好みの長さにします。歌詞を入力してみます。鉛筆マークから矢印に変更して全体を選択したら右クリック、歌詞入力を選択します。ドレミファミレドと入力してみます。注意してほしいのが、文字の間は半角スペースで開けてください。確定を押したら表示されましたね。再生してみます。ドレミファミレド、調整がいらないぐらいのクオリティです。現在のテンポは120、変更したい場合はピアノロールと書かれている下の120をダブルクリックします。少し遅くしてみましょう。それでは聞いてみます。ドレミファミレド、調整には一定区間を何回も聞く必要があるのでリピート機能が便利です。真ん中ら辺の矢印がぐるっと回っているのを選択、ループする範囲が表示されたので自分がループさせたい位置に調整します。ドレミファミレド、ドレミファミレド、下準備ができたのでここからは調整に入っていきます。最初に表示させたアイコンからボーカルスタイルを選択してみます。現在はデフォルトになっているので基本パターンの4つを聞き比べてみましょう。ドレミファミレド、ドレミファミレド、ドレミファミレド、ドレミファミレド。もちろんフ
パラメータは自由自在に動かせます。複数の要素を入れることによってさまざまな声を出すことができます。それでは次に下のパラメータを操作してみます。まずはラウドネス音量です。大きくしたかったら右、小さくしたかったら左。ドレミファミレド。次はテンションを移動させます。数値がマウスで操作しつらかったらダブルクリックで手入力ができます。ドレミファミレド、ドレミファミレド、ドレミファミレド。次はブレスです。シンセサイザー V は高性能なので調整しながら聴くことができます。続いてジェンダー。ドレミファミレド、ドレミファミレド。最後はトーンシフト。ドレミファミレド、ドレミファミレド。ちなみに日本語以外にも対応しているのでボーカルスタイルの上から選択できます。次はピッチを手入力で編集してみます。下の方に線が引いてあります。鉛筆マークにして書き込んでみましょう。ピッチが移動しているのが分かります。今のピッチから上げ下げができます。矢印では点から移動させてみたり、削除したいところを選択してデリートで消せます。もし画面が表示されていなかったり削除してしまった場合はピアノロールの右上にボタンがあるのでクリックして追加してみましょう。3個まで追加できます。次に EDIT、DISP というのがあります。クリックしてみると現在はピッチベンドピッチを編集するモードです。ここから個別で編集したいのを選ぶことができます。試しに音量を変えてみましょう。先ほどと同じで鉛筆マークにして上げ下げします。矢印なのか鉛筆なのか私もよく間違えます。では右側の DISP が現在ラウドネスになっています。今変更した音量です。 EDIT と同じ項目なのですが、こちらは表示するだけで編集はしません。 EDIT をピッチに変更すると、ドレミファミレド、同時に2つを表示できます。音符に直接入力することもできます。左上の表示からダイレクトピッチ編集。鉛筆マークにしてそのまま書き込めます。矢印では点の位置を移動させて調整もできます。うまくいかなかったら選択してデリートで元通り。次にグループ化をしてみます。選択してコピー同じものを用意します。グループ化することにより一定範囲だけパラメータを変更できます。曲調が変化するとき、サビの前後などの盛り上がり、トラックを2つ作成してもいいし、グループ化するもよし。
全く同じものを用意したので右側だけパラメータを変えていきます。変えたい場所を選択して右クリック、グループ化を選択します。下にグループドレミと出ましたね。これをクリックするとグループ化した場所だけハイライトされます。この状態でパラメータを設定するとこのグループドレミだけ変化します。わかりやすいようにパラメータを変更してみますね。後ろにも同じ音符を入れてみました。ドレミファミレド、ドレミファミレド、ドレミファミレド。ハイライトしていない状態で変更すると1つ目と3つ目が変更、グループ化した2つ目は変更されません。それではおすすめ機能のリテイクをやっていきます。調整がわからなくても大丈夫、 AI が自動で調整してくれます。生成ボタンをクリックするだけ、何回でも生成できてストックされるので、削除しなければ戻すこともできます。ドレミファミレド、音符の下を見れば何番目を使用しているかわかります。低スペックの PC でなければ聞きながら調整するのもいいでしょう。ドレミファミレド、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 ドレミファミレド。途中から選択範囲を変更することもできます。ドレミファミレド。1音ずつ細かく調整したい場合1つだけ選択します。今回はファを選びました。すると長さや強さのパラメータが表示されます。実際に変更したのを聞いてみます。ドレミファミ、ドレミファミレド、ドレミファミレド、ドレミファミレド。このリテイク機能と前半に説明した手動でのピッチやボリューム変更、グループ化などを使って自分なりの調整を行ってみてください。正解は人の数だけあると思うので、他人とは比較せず思うがままにやってみてください。最後に保存方法ですが、右のアイコン下から3つ目、あとはフォルダを選んで出力を選んで終わりです。今回はここまで。それでは良き AI ライフを。